ダービー博物館、美術館は1879年にイングランドのイーストミドランドの地方都市ダービーに設立された美術館、博物館。ダービー中央図書館と同時に設立され、建物はリチャード・クニル・フリーマンによって設計、マイケル・バスによってダービー市に寄贈された。ジョセフ・ライトの絵画のみを展示した画廊やロイヤル・クラウン・ダービーやダービー周辺地域の時期を 展示した大型画廊が設置されている。考古学、博物学、地質学に関わるものや、軍事用品も所蔵する。美術館の開館は1882年。同館の歴史は1836年2月10日のダービー市軍博物館、博物学協会の設立まで遡る。この協会は、フルストリート公衆浴場内に設置されたが、 会員の支払う会費によって運営された私的なものであった。当初の所蔵品はダービー哲学会の会長を務めていたホレスター博士によって寄付されたものであった。当時の講演者は第6代デボンシャー公爵のウィリアム・キャベン・リッシュ。会長は熱心な博物学者であったジョージ・ハーパー・クルー教が務めた。鉱物や外国産の鳥の剥製を寄贈し貢献したのは ジョージ・ゴーラー中佐である。この寄贈品には、ゴーラーが南オーストラリア植民地総督を務めていた際に、エタホードリの剥製も含まれていた。1839年に、公印教習所で開かれた大規模な展覧会には、事前事業家のジョセフ・ストラットの所蔵品が多く、含まれた。これら所蔵品の多くは、ダービー博物館、美術館に引き継がれた。教会は、 1840年にビクトリア通りのアセニウムに移転した。1856年には所蔵品が急増し、市会議員のウィリアム・マンデから市営化の要請を受けたが、協会はこれを断った。1857年には、リュウエリンイットが漢字につき、道館は毎週土曜日の朝に一般市民に開放された。1858年、ダービー哲学会は、ダービー士軍博物館。 博物学協会との統合に伴い、付属図書館の4000冊の図書、数学、科学の実験装置、また所蔵品の化石とともに、ダービー市内ワードウィックに移転した。1863年に植物学者のアレキサンダー・クロールが最初の師匠及びキュレーターに任命され、続く1964年に、博物館、美術館と図書館が統合を果たした。 クロールはスターリング・スミス協会にキュレーターとして移籍するため1875年に同館を去った。ダービー市群博物館は1870年になってダービー市に所有権が譲渡されたが所蔵品を展示する空間を見つけることは困難であった。このためすべての作品を3年間倉庫で保管した後、ようやく1879年6月28日に 一般公開が始まった。美術館は1882年に開館し、1883年には電気照明が利用されるようになった。1936年にはアルフレッド・イ、e、ー・グディが50年にわたって収集した大量の収蔵品を寄付する。グディは自身の死に際し1万3000ポンドを建物の増築のために残した。増築は1964年に完了し、 現在では、博物館と美術館を収容している。新館、旧館双方の改築は2010年から2011年にかけて行われた。1876年の建物は現在はダービー、中央図書館として利用されているが、新しい建物との境界線は明確ではない。ダービーは18世紀において大きな位置を占めていたが、それは王権神授説の統治に対して、 科学と哲学が立ち向かった、啓蒙時代において果たした役割によってである。啓蒙時代には多くの潮流があり、哲学者、デイビッド・ヒュームを中心とした多分に哲学的な、スコットランド啓蒙、フランス革命で最高潮に達した政治的変革が挙げられる。そしてイングランド中部は、産業と科学の分野で多くの重要人物が交差した地域であった。有名なルナーソサイティには、 エラズマス・ダーウィン、マシュー・ボールトン、ジョゼフ・プリーストリー、ジョサイア・ウェジウッド、そしてベンジャミン・フランクリンがアメリカから文通で参加していた。エラズマス・ダーウィンは、チャールズ・ダーウィンの祖父にあたり、1783年にダービーへ転居した際、ダービー哲学会を開いたのだった。この会は、ダービー初の図書館設立に尽力した。 ジョセフ・ライトの絵画のうち、光と影の使い分けで知られる何点かは、ルナー・ソサイティの会員たちの所有だった。ダービー博物館は、ライトのスケッチを300点以上、油絵を34点、文書類を何点か所有している。その一つは、賢者の石を探す、錬金術師という絵で、それは、ドイツの錬金術師ヘニッヒ・ブラントによって1669年に、 リンが発見された様子を描いている。大量の尿を煮詰めているフラスコで、尿中に豊富に含まれるリンが空中で自然発火し、勢いよく光を発している。太陽経気の講義。太陽経気の講義は、太陽周囲の惑星運行を実演する初期の機械装置を示しており、この絵を前にして、ギャラリー中央に太陽経気の実物が展示されている。 スコットランドの科学者にして、天文学者、講師だったジェームズ・ファーガソンは1762年7月に、ダービーで数度にわたる講義を受け持った。それは1760年に出版された彼の著書、力学、流体理力学、空気力学、工学、その他から選んだ主題に関する講義に基づいたものだった。講義内容を視覚化するため、彼はな機械、模型、 道具を使用した。ライトは、ファーガソンの講義に参加した可能性が高い。なぜなら親しい隣人だった、時計職人かつ科学者のジョン・ホワイトハーストから講義のチケットを入手できたであろうからだ。ライトは、太陽経備と、その操作についてよりよく知るため、ファーガソンの実践的な知識を欲していたであろう。賢者の石を探す、錬金術師史術に基づいたこれらの絵には、 メタファーも託されていると考えられる。例えば、祈る人物の前で激しく輪行が発する様子は、信仰から科学的理解と啓蒙へという、容易ならざる変典を表している。空気ポンプの実験では、人々が空気ポンプ中の鳥を囲んで様々な表情を浮かべているが、これは来たる科学の時代が起こしうる残酷さを表している。これらの絵画は、 西洋における宗教の力を理解し始めた科学的研究のハイライトを表している。10年ほど後、啓蒙思想の頂点であるフランス革命の反動の中、世界中の科学者たちは自分たちが迫害され、あるいは殺されることすらあると気づいた。ルナーソサイティの会員で酸素を発見したジョゼフ・ブリストリーはフランス革命の支持を公言したことに反発した群衆によって、 1791年のバーミンガム暴動で実験室を粉砕され家も燃やされ、1794年にはイギリスを離れた。また、フランスの同業者であるアントワーヌ・ラボアジエはギロチンにかけられることになった。政治家にして哲学者のエドマンドバークはその著書、フランス革命の政策で知られるが、プリーストリーをはじめとする自然哲学者たちを、 フランス革命と結びつけ、イギリスの科学を支えた革命家たちは、実験で人間を扱うところ、空気ポンプのネズミとなんだ変わらないと考えていたと、記した。この論評に照らせば、空気ポンプの鳥を描いたライトの絵は、20年以上、前に完成していたにもかかわらず、実に予見的だったと言える。ダービー在住で、ルナーソサイティ会員、エラズマス・ダーウィンの孫。 チャールズ・ダーウィンは、こうした背景のもとに、半世紀後、1859年に、種の起源を出版することで、科学と宗教的信念の相告を再び呼び覚ました。科学に関わる、この網の目のような関係、そして、それが生み出した緊張を、画家ジョセフ・ライトの絵が、巧みに描き出しているゆえに、ダービー博物館、美術館は、 通りがかりの来館者が想像するような単なる名画のコレクションという枠を超え、世界的な現代科学と工業の誕生という重大な現場に立ち会っているかのような思いに至らせる、そのような場所として意義深い。バーミンガムは、そこで行われた科学と工業から18世紀のシリコンバレーと称されてきた。エラズマス・ダーウィンの展示は少ない。チャールズ・ダーウィンの友人であり、 敵者生存という語を考案したハーバート・スペンサーは、ダービーで生まれ、社会学の創始者と評されてきたが、全く触れられていないようである。2011年、ダービー市議会は、ジョゼフ・ライト・オブ・ダービーを市のブランドとして利用することを発表した。これと同時に、ダービー博物館、美術館は、ウィキペディアの情報品質の向上に協力することを発表した。 2011年2月には、イギリスの博物館、図書館、古文書協議会が同館が、全国的に重要なジョゼフライトの作品を所蔵していることに対して、デジグネーテッド認定を授与した。ジョゼフライトによる作品に加えてによる作品も所蔵している。ありがとうございます。